今日はフランス語の難しい発音を区別するためのビデオです。それでは早速始めましょう。まずはよく間違っている発音は R と L ですね。例えば RU と LU の違いは聞き取りましたか？まずは R なんですけれども、もうビデオをアップしましたので、ぜひぜひみんな見てみてください。R の場合はやっぱりそのこすりな音がしますね。ルで、ルの場合はね、L を発音するときに、下はこんな風になります。ルだから、ルっていう風になります。ルとルですね。R の場合は結構強い音ですね。で、L の場合は結構優しい音ですね。ル、ル、ル、ル。だからやっぱり違うですね。だからみんなは聞き取れるかどうかを確認するために練習をしましょう。5つの言葉を言うんですけれども、コメントの中でそういう言葉は R とか L と始まってるかを教えてください。例えば1は RU と言ったら、あ、やっぱり R と始まってると思ったらコメントで 1R を書いてみてください。はい、それでは始めましょう。1は renard、2は libellule、3は lit、 4は riz、 5は léopard。 はい、じゃあ書いて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 、で僕はみんなのコメントを読んでから添削します。次は B と P の違いですね。B の場合は B を言う前に喉が窮屈になりません。B で、P の場合はすぐに発音しますね。P、 喉は窮屈しなくても P 言いますね。すぐに P だから、バンとパンは違いを聞き取りましたか？じゃあ練習しましょう。R と L と同じように今5つの言葉を言いますね。1はバト、2はパラン、3はブラン、4はプラン、5はピ。ぜひぜひコメントの中で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。それではあ、ビエント。